今って時間だった、落とされた、いや分かんない、また落とされたかもしれない、何もしてない。時間だった、じゃあ時間だったんだね、だただ今、あ、時間だった、でもラーメンイベント6位だよ、6位すごいじゃん、6位。また閲覧減っちゃったわ、また叩かれるわ、カソルから、また閲覧叩くんでしょ、やめてそういうの、寝落ちしてる人があれだから、この時間カソルでしょ、配信的にちょっと寂しくて、マリア、あの人の、うん、そうするね、もう寝てない人寝な、寝てない人、始まってないっつってもすごいオワコンって言われるから、タイトルにしてたら言いたくなくなるでしょ、もう毎日すごい言われるからさ、だから余裕持ってたらいいように言いくるめられてその通りに進められるから、思ったこと言ったんだけど、余裕持ってるつもりだよ普段は、何してもやっぱダメなんだよ、何しても、うん、結婚したらオワコンでしょ、結婚するんだからね、やっぱ配信者やっぱ孤独じゃないとね、うん、孤独じゃないとね、孤独じゃないとね、ダメじゃん、できるつうか、だってリスナーのことはムカつくからね、ほんと。だってなんか名前出されて晒されるからみたいなリスナーたくさんいたからね、だから怒るでしょ、か配信両方はだね、両方は、俺も結婚して仲良くつか配信したいんだけど、だね、めっちゃひどくなるだけ、いやまああんまり関わらないようにしてるんだよ、酔っ払って送っちゃったからね、それは酔っ払ったら、
ほんと落ち着いてるからね。困ったな、困ったなっつってもどうしようもないしね。酔っ払った時、いやまあ本音言ってたよ、全部本音だけど。いや、ちょっとやめてください、ちょっとそういう気分じゃないんで。大きくなってたんだよね。まあ、22日に多分くるみの枠でやるから、終わったらね、いや旅配信もう微妙だったじゃん。旅配信まあもう楽しかったけどね、やっぱ俺寂しがり屋だから。クソほどアンチいるって感心、感心。でも落ち着いてるね今。楽しかった。まあ一人、なんか今が電車乗って帰るんだけど、なんかさ怒涛の一日でちょっと黄昏たくてさ、で今のままじゃダメじゃん、今のままじゃダメだから、ちょっとリスナーと話して、本当今のままじゃ俺本当生活で食ってけないから。だって現状リスナー離れるばっかりじゃん。ねえ、ご飯ぐらいいいけど、リスナーが離れてるばっかりじゃん。でそのネクサス作って普通のリスナーもコメントしづらくなってるし、応援したいけどネクサス怖いみたいな人が多いから。でも俺ねネクサスは本当にね、俺自分でチーム作って仲間ごっこして遊ぶって、俺そんな悪いことだって自覚がないんだよ。自覚がなくてさ、自分のリスナーと普通にオフ会みたいな感じ、集会っつってね、生きてるけどオフ会みたいな感じで月一遊ぼうかなとか、そんなね悪い活動じゃないと思うんだけど、いい年してだから仲間ごっこじゃん。でも仲間ごっこでもちゃんと生きった方がいいじゃん。生きった方が、あこいつなんかガチで生きってるなっていう方が盛り上がるかなと思って生きってやってるんだけど、いや俺そんなガチじゃない、ガチもんじゃないから、いやネタでやってるんだけど、俺がなんか本当に中二病こじらしてガチでやってると思ってる。でもやるからにはちょっとガチもんっぽい感じで中二病こじらしてやった方がいいかなと思ってやってるんですよ。だから生きり方キモいけどあえてやってるんですよ、中途半端にやるぐらいならと思って。だって冷静にやってたらまずやらないじゃん。俺が冷静な感じだったらやらないわけで、だからあえて生きってやってるんだけど、ああちょっとねそのすごくてさネクサス、そうそう嵐でね、それがちょっともうねしんどくてさ、まあでも何そのあと集まって一緒に騒ぎたいなっていう、だったら別にあのうん普
通にゼロ率でねオフ会みたいな感じでやればよかったけど、まあ話題性とか作ろうかなと思って、人気なくてもなんだかんだどこの枠でもすごいアンチがさ宣伝するから、ちょっと話題になりすぎちゃったんだ、アンチが多くても結構影響力あるじゃん。いやここまでなると思わなかった、ね、細々とやろうと思った、リスナーつね。でもリスナーはリスナー集める放送とかってなくて、自分の放送やってたらまあ自然に来るっしょ、今までもそうだし昔からそうだからね、女に厳しいのも昔からそうだから、配信中女にきついから俺、だから何も変わってないんだけど、やっぱ別れてる時にね好感度がちょっと上がるからさ、復縁するとやっぱダメだから、やっぱ僕はねやっぱ色恋なしにはやっぱ応援されない配信者だと思うね、僕はそう思うね、うん、色恋なしには応援されない、うん、いや変なプライドっつう か家でやるのもあんまりコラボしたくないのも、まあ、一人でやれるようにならないと先がないなと、だから一人でやるようにしてるんだよ。まあ、クルちゃんはね一緒に住んでるからたまに一緒にやるけど、まあ、養分は誕生日祝うためにね来たけど、あんまりね絡みたくないなと思って、嘘を取り合い、まあだから22日に入籍して、そしたらまずしょうもない別れ芸つか復縁はもうなくなるから、とりあえず22日に入籍します、一歩ずつね、一つずつで、ネクサスはちょっと本当に考えます、迷惑かけてるみたいだしね、入籍してまあネクサスという形をちょっと考えて、まあ、来月から普通通りの放送に戻そうかなって。チームってなんか優位が会とかあるじゃん、配信者ってそういう感じだよ。だゼロリスをクズリスにしてなんかちょっと違うなと思ってやってるんで、暇じゃんだってずっと家にいてさ、なんで22日いい夫婦、11月22日いい夫婦の日なんだよ、でなんか大吉みたいだしその日、そうそういい夫婦の日、結婚式情けないけどあげれないんだよ、お金ないから、それなりに稼いできたけどお金って残んないんですよね、お金が残んなくてさ、情けないけどこう指輪すら買ってないんだけど、まあ、席入れようかなと、なんかくるちゃんが友達に書いてもらってたね、あのなんか保証人2人も書いてもらって、あとは戸籍投票をもらったら、今なんかその俺の戸籍があるところとくるみのところとなんか送ってて、そこから郵送されるんだよ、でそれがあったらあと自分ら記入してあとは出すだけで、あのなんだっけな、くるみの親にも確認してる、お父さんにね、お父さんは実のお父さんはもう入籍していいっていう、親同士の挨拶なしにしていいっつってるから、でくるみなんかお母さんに確認してないらしいけど、まあ入れる気で保証人も書いてもらってるから、うん、いや資金もちょっとお金ないからね、
情けないけど、俺ってなんか今日情けないけど基本ケチじゃなくてお金結構使うタイプなんだよ。旅とかしてても好きなもん食って好きなもん飲んで結構ね使って、いや2万3万とか使っちゃうんだよ1日で。そんな日々を繰り返してるとなんか4、50万とかあっという間になくなるから、だから多分俺お金の残んないんだと思うよ。使うとき結構使ってるからね。だって普通に働いてる人ってホテル生活とか